気を持って暗闇の中を歩いていく。いやいや、うちらがいる限りそんな結末は絶対にありえないから。新たなる未来、警戒しろ。お注射の時間よ。己を解き放たん、こう陽動霊楽。おやすみ。ちゃんと直さないと。ふっふっ、はっ、持ってる。戦闘は設計みたいなものよ。やっ、逃がさないわ。チャンスだ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。俺が守る。盛り上がってるじゃん。最先に火を、炎の槍を断ち切れ。この曲はあんたに。悪い子ね。助かった、ありがとう。やく、平気よ。ランス戦闘準備。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。力こそ希望だ。よりよ。この曲は唯一の救い。いずれ
終わったわね。お母様、あなたは夢から覚めることはできましたか？今回の開拓、本当に大変だったけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。このせ、さすが。これで性格が封印されれば、寒波は徐々に収まっ、ここから先はみんなありがとう。ベロブルグにとってやるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべ、ただどうすればみんなに受け入れてもらえる。そんなことが、お母様の真の目的を人々に告げ、700、ダメ、それは絶対に。私、どう説明したらいいかわからないけど、仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく、お母様は、え、天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女、それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そして大守護者カカリアは自ら、今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ合理的だな。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。理解してくれて、多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら、過ちも狂気も邪悪も夢も全て私、大守護者の責務を受け継ぐ以上、私は甘い幻想を捨て去る。ごめんなさいツエレ、あなたにはこの秘密を私と一緒に、ま、もちろん。ありがとう。それじゃあ、前に約束した通り、上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。ゼーレ、あなたは性格が封印されたことを仮想部のみ